記事の話、小泉役も、田辺隆二役。昔、微州東山の里に、若い農夫とその妻が住んでいた。家は山の間の寂しい場所にあった。ある夜妻は夢を見た。その夢に、 数年前に亡くなったシュートが来て、明日、自分は非常に危険な目に遭うから、できるなら助けてくれ、と言った。朝になってこのことを夫に話した。二人とも死んだ人が何か用があるのだろうとは思ったが、その夢の言葉は何の意味かわからなかった。 朝飯の後、夫は畑へ行ったが、妻は旗折りのために家に残った。やがて、外の方で大きな騒ぎが聞こえたので、驚いて出てみると、地頭が大勢の友を連れて、狩猟のためにこの辺りへ近づいてきた。見ているうちに、一羽の雉が脇の方から家の中へ飛び込んだ。そこでふと、 昨夜の夢を思い出した。ことによれば、これがシュートかもしれない。助けてあげねばなるまい。彼女は一人で思案した。それから、鳥の後から急いで家に入って。その鳥は、綺麗なオス鳥であった。造作なくそれを捕らえて、空の米つの中に入れて蓋をしておいた。 しばらくして、地頭の従者が幾人か入ってきて、記事を見なかったかと尋ねた。大胆にも彼女は否定したが、カリウドの一人は、その家へ鳥の飛び込むのを確かに見たと言った。それから一行は家の中をあちらこちらと探したが、米びつの中には気づかなかった。そのあたりくまなく捜索したが、結局無駄であったので、 鳥はどこか穴からでも逃げたにそういないと諦めて人々は引き上げた。農夫が家に帰った時、妻は夫に見せるために米びつに隠しておいた記事の話をした。私が捕らえた時、少しも抵抗しなかったが、米びつの中でもおとなしくしています。きっと、 シュート様だと思います。と、妻は言った。農夫は米びつのところへ行って、蓋を取って鳥を取り出した。鳥は農夫の手に静かに止まって、そこにいることに慣れているように農夫を見ていた。一方の目が盲目であった。父の目は、一方盲目であった。 農夫が言った。右の目であった。この鳥の右の目が盲目だ。まったくこれは父だろう。ちょうどいつもの父のような目つきで、この鳥が見ている。父は自分で、俺は今鳥だから。 漁師などにやるのなら、いっそ俺の体は子供に食わしてやる方がましだ。と考えたに相違ない。それで、お前の昨夜の夢のわけも分かった。と、君の悪い薄笑いを浮かべて、妻の方に向かってこう言い出しながら、雉の首をねじた。この野蛮な行を見て、妻は泣き声を上げて叫んだ。<laughs> この、極悪非道の鬼。鬼のような心の人間でなければ、こんなことのできるはずはない。こんな男の妻になっているより、死んだ方がましだ。それから、草履も履かずに古外に飛び出した。男は女の飛び出した時に袖を掴んだ。が、女は振り切って駆け出した。駆けながら泣いた。裸足で走り続けた。 町について、すぐ児童の館へ急いだ。それから、涙とともに、陽の前夜の夢のこと、雉を助けたさのあまり隠したこと、それから、夫が自分をあざけて、とうとうその雉を殺したことの一切を児童に話した。児童は女に優しい言葉をかけた。そして、この女をいたわってやるように命じた。 しかし、夫は捕らえるように部下に命じた。翌日、農夫は取り調べを受けた。記事を殺したことについて、事実を白状させられてから宣告を受けた。自党は言った。よほどの悪人でなければ、その方の行ったようなことはやれない。 そんな邪悪な人間のいることは、その土地にとって不幸である。ここに住んで、ここの置き手を守る人々は皆、親孝行の心がけを敬う人々である。その方のごときものを、その中に置くこと、まかりならぬ。そこで農夫は、その土地から追放と決まって、もし帰ってきたら、 死刑に処せられることになった。しかし、女には、児頭は土地を与えた。それから後になって、良い夫を持たせた。高瀬船演技。 森用街。京都の高瀬川は、五条から南は天正十五年に、二条から五条までは、慶長十七年に、墨の倉領医が掘ったものだそうである。そこを通う船は、引き船である。元来、高瀬は船の名で、その船の通う川を高瀬川というのだから、 同盟の川は諸国にある。しかし、船は引き船には限らぬので、和名称には釈名の、低称にして深きものを今日という、とある今日の字を、高瀬に当ててある。筑白縁文庫の和漢専用集を釈乱するに、表高くとも、横ともにて、 低く平らなるものない、と言ってある。そして図には、竿でやる船が書いてある。徳川時代には、京都の罪人が遠筒を言い渡されると、高瀬船で大阪へ回されたそうである。それを護送して行く、京都町奉行好きの同心が、悲しい話ばかり聞かせられる。 ある時、この船に乗せられた兄弟殺しのトガを犯した男が少しも悲しがっていなかった。その死祭を尋ねると、これまで食を売ることに困っていたのに、遠藤を言い渡された時、銅銭200文をもらったが、銭を使わずに持っているのは初めてだと答えた。 また、人殺しの戸川、どうして犯したかと問えば、兄弟は西人に雇われて、空引きということをしていたが、給料が少なくて暮らしが立ちかねた。そのうち、同胞が自殺を図ったが、死にきれなかった。そこで同胞が、所詮助からぬから殺してくれと頼むので、殺してやった。 と言った。この話は沖名に出ている。池部吉方さんの肯定した活字本で1ページ余りに書いてある。私はこれを読んで、その中に2つの大きい問題が含まれていると思った。1つは財産というものの観念である。 銭を持ったことのない人の銭を持った喜びは銭の多少には関せない。人の欲には限りがないから銭を持ってみるといくらあればよいという限界は見出されないのである。二百問を財産として喜んだのが面白い。今一つは 死にかかっていて死なれずに苦しんでいる人を死なせてやるということである。人を死なせてやれば、すなわち殺すということになる。どんな場合にも人を殺してはならない。起きなぐにも教えのない民だから、悪意がないのに人殺しになったというような批評の言葉があったように記憶する。 しかしこれは、そう容易に、釈師定義で決してしまわれる問題ではない。ここに病人があって死に瀕して苦しんでいる。それを救う手段は全くない。そばからその苦しむのを見ている人はどう思うであろうか。たとえ教えのある人でも、 どうせ死ななくてはならぬものなら、あの苦しみを長くさせておかずに、早く死なせてやりたいという情は必ず起こる。ここに麻酔薬を与えて良いか悪いかという疑いが生ずるのである。その薬は致死量でないにしても、薬を与えれば多少死期を早くするかもしれない。それゆえ、 やらずにおいて苦しませていなくてはならない。従来の道徳は苦しませておけと命じている。しかし学者会にはこれを非とする論がある。すなわち死に瀕して苦しむものがあったら楽に死なせてその苦を救ってやるがいいというのである。これをユータナジーという。 楽に死なせるという意味である。高瀬船の罪人はちょうどそれと同じ場合にいたように思われる。私にはそれがひどく面白い。こう思って私は高瀬船という話を書いた。中央公論で公にしたのがそれである。 雲の糸、芥川龍之介、ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは 何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへ溢れております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵におたたずみになって水の表を覆っているハスの葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽のハス池の下は ちょうど地獄の底にあたっておりますから水晶のような水を透き通して三頭の川や針の山の景色がちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございますするとその地獄の底に神田田という男が一人他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりましたこの神田田という男は 人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ、良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹、道端を這って行くのが見えました。そこで神田田は、 早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら、命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということは、いくらなんでも、かわいそうだ。と、こう急に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。 お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田タには雲を助けたことがあることを思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをした報いには、できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸い、そばを見ますと、翡翠のような色をしたハスの葉の上に、極楽の雲が一匹、 美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様はその雲の糸をそっとお手にお取りになって、玉のような白蓮の間から、遥か下にある地獄の底へ、まっすぐにそれをお下ろしなさいました。こちらは地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神棚でございます。 何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗い暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上あたりは墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、 ただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これは、ここへ落ちてくるほどの人間は、もう様々な地獄のせめくに疲れ果てて、鳴き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですからさすが大泥棒の神田田も、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙津のように、ただもがいてばかりおりました。 ところがある時のことでございます。何気なく神田タが頭を上げて血の池の空を眺めますと、その必そいたした暗闇の中を、遠い遠い天井から銀色の雲の糸がまるで人目にかかるのを恐れるように、一筋細く光りながら、スルスルと自分の上へ垂れてまいるのではございませんか。 神田タはこれを見ると、思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついて、どこまでも登って行けば、きっと地獄から抜け出せるに相違ございません。いや、うまくいくと、極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。 こう思いましたから、神田田は、早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりと掴みながら、一生懸命に上へ上へとたぐり登り始めました。元より大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし、地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦って見たところで、 容易に上へは出られません。いやいやしばらく登るうちに、とうとう神田だともくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると、一生懸命に登った甲斐があって、 さっきまで自分が言いた血の池は今ではもう暗闇の底にいつの間にか隠れております。それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登って行けば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。神田タは両手を雲の糸に絡みながらここへ来てから何年にも出したことない声で 閉めた、閉めた、と笑いました。ところが、ふと気がつきますと、雲の板の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるで蟻の行列のように、やはり上上、石によじ登ってくるではございませんか。神田田はこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、 しばらくはただ、馬鹿のように大きな口を開いたまま、目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い雲の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし毎日途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。 そんなことがあったら大変でございます。が、そういう中にも、罪人たちは何百となく何千となく、真っ暗な血の池の底から、うようよと這い上がって、細く光っている雲の糸を、一列になりながら、せっせと登って参ります。今のうちにどうにかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて、 落ちてしまうのに違いありません。そこで神田とは大きな声を出して、こら罪人どもこの蜘蛛の糸は俺のものだぞお前たちは一体誰に聞いて登ってきた終わりや終わりやとはめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が、 急に神田田のぶら下がっているところからぷっつりと音を立てて切れました。ですから神田田もたまりません。あっという間もなく風を切って駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに暗闇の底へ、真っ逆さまに落ちてしまいました。後にはただ、極楽の雲の糸が、キラキラと細く光りながら、 月も星もない星空の中途に、短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は、極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田タが血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらラお歩きになり始めました。 自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田田の無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると、浅ましくおぼされたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮スは、少しもそんなことには頓着いたしません。 その玉のような白い花は、お釈迦様のお宮市の周りに、ゆらゆらうてな動かして、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが、絶え間なく辺であたりへ溢れております。極楽ももう、昼に近くなったのでございましょう。 あ実際、佐藤春夫。あの人が、あんな風にして不意に死んだのでなかったら、仮に、まあ、長い患いの後で、でも亡くなったのであったら、きっと、あなたと、私とのことを、例えば、いいとか、消していけないとか、 何かしら、ともかくも、はっきりと言いをいたろう。私はどうもそんな気がするのです。でも、あなたがあれから7年も経つのに、どうして今日まで一人でいらっしゃるか。また私がどうして時々お説教を聞きに出かけたりするような気持ちになったか。 そのわけをあの人は、口に出しては言わなかったけれど、ちゃんと知ってはいたのですものね。それなればこそ、私を一層優しくもしたのでしょう。そのことを思うと私は、それだけにまたどうしていいか心が迷うの。そして私とあなたとが、こんな話をしていることも、 またこんなことを思ってみることも気が引けてならないのですわ。そう、今のさっき、目に涙をためながら女の言った言葉を男は自分の心の中で繰り返してみた。そうして、 女がどういうわけでそんなことを言うかという心持ちが男にもわかるように思えた。それにつけてもあの時から言おうか言う,うまいかと思いまどうていることを今も女に打ち明けようかどうかと考えたりする。それは、ま、 たく、私は、あの後、幾度あの男が死んでさえくれたら、と思ったことがあるか知れないのです。あなたの夫があんな風にして溺れ死んだその瞬間にも、私はもしかすると遠くで何も知らずにではあったが、それを思い詰めていなかった。 とは言えないのです実際、それほどたびたび私はそのことを思ったのだから。男が言おうか言うまいかとしている言葉というのは、それだけのことである。六条の仏壇の間に、青白くやつれた病児。 六つになる女の子の枕元から少し離れたところに女は座っている。さっきからごく低い音で三味線を持って遊びながら、目を畳の上に見据えている。その同じあたりの畳の上を見入って男も、今言ったようなことを考え続けていただ。 そんな神経質な考え方を突き放そうとして、目を上げて女の横顔をじっと見た。肘枕をしている男の目には女の顔が少しくれないよう帯びてきたように思えた。その時、部屋の中が少し明るくなったと思うと、 障子の腰に薄れびが刺した。あら、日が当たってきたわ。一りごとのように女は言って、身を浮かせながら障子を引いた。雲に絶えがあって、さみだれの晴れまである。女は空を見上げてから、 意味もなく男の方を見返った。少し不自然に歪んでいる笑い顔であった。まだ乾ききらない今のさっきの涙と笑みとで女のまなこは輝かであった。今まで女の横顔を盗み見ていた男の目は 女のその眼差しを眩しがるように避けて、視線は庭の方へ向けられた。軒から雨だれが光って雫している。あじさいがあってもいい庭ですがね。男はつかぬことを言った。女は答える。 嫌ですよ、アジサなどは。あれは病人の絶えない花だというじゃありませんか。そう。そんなことも言いますね。女は再び三味線を取り上げた。男は急に肘枕から起きて座り直した。 彼は、周りへに人が来ると思ったからであった。ばあやが、もう帰ったのかしら。女もそう言った。眠っていた子供が突然、その時、けたたましく泣き立てた。母親は今取り上げたばかりのシャ線センをそこに置くと、 子供の枕元へにじりよったお。お父さんお父さんお父さん子供は母の顔を見ようともせずにそう叫び続けた。どうしたのどうしたの夢を見たのねえ。 女は憐れみをこうように男の方を見やりながら、はじめは子供に、そうしてだんだんと男に見った。本当に変な子ですよ。今になってお父さんばかり恋しがるのよ。それにここでなきゃ。仏壇の間でなきゃ、 寝ようとしないの。男はそれには答えようともしなかった。心臓が不思議に早く打って耳鳴りがするのに気がついた。女はふと自分の背後を振り返ってみなければならなかった。そこにはしかし元より何もなかった。 ただやみつかれた子供は、痩せをとろえて、一層大きく、一層透明になった黒い瞳をぱっちりと見張って、母の肩越しに、空間を、部屋の一部を、いつまでも凝視した。 肘の話、小泉役も、田辺隆二役。昔、微州遠山の里に若い農夫とその妻が住んでいた。家は山の間の寂しい場所にあった。ある夜、妻は夢を見た その夢に数年前に亡くなったシュートが来て、明日、自分は非常に危険な目に遭うから。できるなら、助けてくれ、と言った。朝になってこのことを夫に話した。二人とも死んだ人が何か用があるのだろうとは思ったが、その夢の言葉は何の意味かわからなかった。 朝飯の後、夫は畑へ行ったが、妻は旗折りのために家に残った。やがて外の方で大きな騒ぎが聞こえたので、驚いて出てみると、児童が大勢の友を連れて狩猟のためにこの辺りへ近づいてきた。見ているうちに、一羽の雉が脇の方から家の中へ飛び込んだ。そこでふと、 昨夜の夢を思い出した。ことによれば、これがシュートかもしれない。助けてあげねばなるまい。彼女は一人で思案した。それから鳥の後から急いで家に入って、その鳥は綺麗なオス鳥であった。造作なくそれを捕らえて、空の米びつの中に入れて蓋をしておいた。 しばらくして地頭の獣者が幾人か入ってきて、肘を見なかったかと尋ねた。大胆にも彼女は否定したが、カリルドの一人は、その家へ鳥が飛び込むのを確かに見た、と言った。それから一行は家の中をあちらこちらと探したが、米びつの中には気づかなかった。そのあたりくまなく捜索したが、 結局無駄であったので、鳥はどこか穴からでも逃げたにそういないと諦めて、人々は引き上げた。農夫が家に帰った時、妻は夫に見せるために米びつに隠しておいた記事の話をした。私が捕らえた時、 少しも抵抗しなかったが、米びつの中でもおとなしくしています。きっと、衆斗様だと思います。と妻は言った。農夫は米びつのところへ行って、蓋を取って鳥を取り出した。鳥は農夫の手に静かに止まって、そこにいることに慣れているように農夫を見ていた。 父の目は一方盲目であった。農夫が言った。右の目であった。この鳥の右の目が盲目だ。まったくこれは父だろう。ちょうどいつもの父のような目つきで。 この鳥が見ている。父は自分で、俺は今鳥だから、漁師などにやるのなら、いっそ、俺の体は子供に食わしてやる方がましだ、と、考えたに、そういないそれで、 お前のお夜の夢のわけも、わかった。と、気味の悪いうす笑いを浮かべて、妻の方に向かってこう言いたしながら、肘の首をねじた。この野蛮な行を見て、妻は泣き声を上げて叫んだ。まあ、この極悪くく非道の鬼、鬼のような心の人間でなければ、 こんなことできるはずはない。こんな男の妻になっているより、死んだ方がましだ。それから草履も履かずに戸外に飛び出した。男は女の飛び出した時に袖を掴んだ。が女は振り切って駆け出した。駆けながら泣いた。裸足で走り続けた。街についてすぐ自童の館へ急いだ。 それから涙とともに、寮の前夜の夢のこと、記事を助けたさのあまり隠したこと。それから、夫が自分をあざけって、とうとうその記事を殺したことの一切を児童に話した。児童は女に優しい言葉をかけた。 そしててこの女をいたた。わってやるように命じたしかし夫は捕らえるように部下に命じた翌日農夫は取り調べを受けたキジを殺したことについて事実を白状させられてから宣告を受けた自頭は言った。 よほどの悪人でなければ、その方の行ったようなことはやれない。そんな邪悪な人間のいることは、その土地にとって不幸である。ここに住んで、ここのおきてを守る人々は皆、親孝行の心がけを敬う人々である。 その方のごときものをその中に置くことまかりならぬ。そこで農夫はその土地から追放と決まって、もし帰ってきたら死刑に処せられることになった。しかし女には児童は土地を与えた。それから後になって、 良い夫を持たせたツバメとコジの子。小川み明ある村へ。 一人の小敷の子が入ってきた。十二三で顔は真っ黒く、目の大きな子だ。その上意地悪で、人に向かって、決して物をくれと言ったことがない。毎日毎日、外を歩いていて、他の子供が何か食べていると、すぐさまそれを奪い取って食べてしまう。 また、銭を持っていると、すぐさまその銭を奪い取って、自分で何か買って食べてしまう。だから、村中では、その小敷の子を憎まないものがない。けれど、叱ると帰って仕返しをするので、誰も恐れていた。小敷の子は、 夜になっても止めてくれるものがない。いつも木の根や家ののきで寝たり、林の中で寝たりしていた。朝早く起きると子供が遊んでいるのを探して歩いた。ある日、じいさんが途中で財布を取り出して金を勘定しているのを見た。小敷の子は 早速そばへ来て、ちびたに落ちている小石を拾って、おじいさん銀貨が一つ落ちていたと言って、手を差し出すと、じいさんは慌てて金を取り返そうとした。小じの子は手を引っ込めた。するとじいさんは、本当にこの子が銀貨を拾ったと思い込んで、この悪い小勤め 早く解散かと怒って後を追いかけた。小敷きの子は面白がって逃げた。じいさんは追いかけているうち、石につまずいて、みんな地びたに財布の金を巻いてしまった。この時子供はかけてきて、落ちた金を拾って逃げた。後でじいさんは、 うまく騙されたのを後悔した。ある時、金持ちの子供がうまいお菓子を食べていた。小敷の子はブラブラやってきた。早速子供はうまいお菓子を懐に隠してしまった。小敷の子は自分の体に止まっていたハエを捕らえた。そして、 何気ない風で、その子供の後ろに回って、襟元へハエ落として、はああ危ない蜂が入った蜂が入ったと叫んだ。その子供は驚いて、早速帯を解いて着物を脱ぎ捨てると、僕が蜂を殺してやると言って、うまいお菓子の袋を取り上げて逃げていった。 子供は泣いて家へ帰った。村の人々はみんな、この小敷きの子を憎んだ。どうかして追い払う工夫はないかと相談した。一人が言うのに、ひどい目に合わせたら、どこかへ行くだろう。と言った。するとある者は反対して、もし、ひどい目に合わせて、 この村に火でもつけられると大変だ。と言った。一人が言うのに、金をやってもうこの村に来るなと言ったら、もう来ないかもしれん。と言った。すると一人が反対して、また金がなくなりゃ入ってくるからダメだ。と言った。すると、 一人が言うのに、どこかへ連れて行って、置いてくるのが一番いいと言った。そこで、村のうちで口の上手な人を選んで、小敷の子を誘い出した。小敷の子は、村の人々の相談を知っていたから、どれ、村の人々を困らせてやろうと考えた。 そこへ男がやってきた。おい小僧、面白いところへ連れてってやるから、一緒に来い。と言った。小僧は黙って後についていった。やっと二三丁行くと、小僧は、おお、くたびれたから嫌だ。と言った。すると男は金を出して、 これをやるから来い。と言った。小敷の子は銭をもらって、また二三丁行くと、腹が減ったから歩けない。と言った。男は仕方がないからお菓子を買ってやった。また二三丁行くと、小敷の子は、足が痛いから歩けない。と言い出した。 男は困って仕方がないから通りかかった荷車に小敷の子を乗せて自分は歩いて行った。やっと一里ばかりも来ると小敷の子はわざと荷車の上で居眠りをする真似をした。男は車引きの耳に口をつけて何でも道のわからないところへ連れて行ってくれるように頼んだ。 やがて、ある町へ来ると、あちらから広め屋の行列が来た。車引きも、男もぼんやりと立ち止まって、共に見とれている暇に、小敷の子は車を飛び降りて、村へ帰ってしまった。ある朝、小敷の子が森の中で目を覚ますと、頭の上でツバメがこう言った。 お前さんは、私らの生まれた国へ行く気はないか暖かで、綺麗な花が咲いていて、うまい果物が手の届くところにいくらもなっていて、誰も取り手がない。お前さんは言って、その国の王様となる気はないかと言った。小敷の子は目を丸くして聞いていたが、 ツバメ、ツバメ、お前の生まれた国は、遠いかいと問うた。ツバメは、可愛らしい首をかしげて、船に乗っていくのだ。と言った。小敷の子は、つくづく悲しそうに、俺には、金がない。 と言って、泣き出した。するとツバメはいたわって、金なんかいらん。お前さんが行く気なら、ツバメとなって行くのだ。と言った。小敷の子は、早く自分をツバメにしてくれるようにと頼んだ。ツバメは承知して、どこへか飛び去った。その日は、小敷の子は、 森の中で考え暮らした。どうして自分がツバメとなれるかと考えた。その夜眠って、明る日になって目を覚ますと、いつの間にか自分はツバメとなっていた。これは不思議だと思っていると、昨日のツバメが飛んできた。そこで二人は、 南の国を指して、雲を霞と旅立った。そんなこととは少しも知らない村の人々は、小敷の子がどこへか姿を隠したのを不思議がっていた。燕となった小敷の子は、南の暖かな国へ行って、王様となった。その、あくる年から毎年一度ずつ、 昔の村へ飛んできた。そこには自分のネタ盛りがある。また、お菓子を取った子供や財布の銭を任したじいさんや自分を車に乗せてどこへか置いてこようとした男などは相変わらず村に生きていて、時々自分の噂をしているのを聞いた。けれど、今、 自分がツバメとなってしまったのを誰も知っているものがなかった。赤いろうそく新井南吉 山から里の方へ遊びに行った猿が一本の赤いろうそくを拾いました。赤いろうそくはたくさんあるものではありません。それで猿は赤いろうそくを花火だと思い込んでしまいました。猿は拾った赤いろうそくを大事に山へ持って帰りました。山では大変な騒ぎになりました。何しろ花火などというものは 鹿にしても、獅子にしても、ぎにしても、亀にしても、イタチにしても、タヌキにしても、キツネにしても、まだ一度も見たことがありません。その花火を猿が拾ってきたというのであります。ほう、素晴らしい。これは素敵なものだ。鹿や獅子やぎや亀やイタチやタヌキやキツネが、 押し合いへし合いして赤いろうそくを覗きました。すると猿が、危ない危ないそんなに近寄ってはいけない爆発するからと言いました。みんなは驚いて尻込みしました。そこで猿は花火というものが、 どんなに大きな音をして飛び出すか、そしてどんなに美しく空に広がるか、みんなに話して聞かせました。そんなに美しいものなら見たいものだとみんなは思いました。それなら今晩山のてっぺんに行って、あそこで打ち上げてみよう。と猿が言いました。みんなは大変喜びました。 夜の空に星を振りまくようにパーッと広がる花火を目に浮かべて、みんなはうっとりしました。さて、夜になりました。みんなは胸を躍らせて、山のてっぺんにやっていきました。猿はもう赤いろうそくを木の枝にくくりつけて、みんなの来るのを待っていました。 いよいよこれから花火を打ち上げることになりました。しかし、困ったことができました。と申しますのは、誰も花火に火をつけようとしなかったからです。みんな花火を見ることは好きでしたが、火をつけに行くことは好きでなかったのであります。これでは花火は上がりません。 そこでくじをひいて、火をつけに行くものを決めることになりました。第一に当たったものは亀でありました。亀は元気を出して、花火の方へやって行きました。だがうまく火をつけることができたでしょうか。いえいえ、亀は花火のそばまで来ると、 首が自然に引っ込んでしまって、出てこなかったのでありました。そこでくじがまた引かれて、今度はイタチが行くことになりました。イタチは亀よりは幾分増しでした。というのは首を引っ込めてしまわなかったからであります。しかし、イタチはひどい禁眼でありました。 だからろうそくの周りをきょろきょろとうろついているばかりでありました。とうとう獅子が飛び出しました。獅子は全くさましいけだものでした。獅子は本当にやっていって火をつけてしまいました。みんなはびっくりして草むらに飛び込み、耳を固く塞ぎました。 耳ばかりでなく、目も塞いでしまいました。しかし、ろうそくはポンとも言わずに、静かに燃えているばかりでした。 記事の話小泉役も田辺隆二役昔、微州東山の里に若い農夫とその妻が住んでいた家は山の間の寂しい場所にあったある夜妻は夢を見た その夢に数年前に亡くなったシュートが来て、明日、自分は非常に危険な目に遭うから、できるなら助けてくれ、と言った。朝になってこのことを夫に話した。二人とも、 死んだ人が何か用があるのだろうとは思ったが、その夢の言葉は何の意味かわからなかった。朝飯の後、夫は畑へ行ったが、妻は旗折りのために家に残った。やがて外の方で大きな騒ぎが聞こえたので驚いて出てみると。 児童が大勢の友を連れて狩猟のためにこの辺りへ近づいてきた。見ているうちに一羽の雉が脇の方から家の中へ飛び込んだ。そこでふと昨夜の夢を思い出した。ことによればこれが衆渡かもしれない。 助けてあげねばなるまい。彼女は一人であ案した。それから鳥の後から急いで家に入って、その鳥は綺麗なオス鳥であった。造作なくそれを捕らえて、空の米びつの中に入れて、蓋をしておいた。しばらくして、児童の獣者が幾人か入ってきて、 記事を見なかったかと尋ねた。大胆にも彼女は否定したが、両人の一人は、その家へ鳥の飛び込むのを確かに見た、と言った。それから一行は家の中をあちらこちらと探したが、米びつの中には気づかなかった。そのあたりくまなく捜索したが、結局無駄であったので、 鳥はどこか穴からでも逃げたにそういないと諦めて人々は引き上げた農夫が家に帰った時妻は夫に見せるために米びつに隠しておいたキジの話をした私が捕らえた時少しも抵抗しなかったが米びつの中でもおとなしくしています きっと、さ様だと思います。と、妻は言った。農夫は米びつのところへ行って、蓋を取って鳥を取り出した。鳥は農夫の手に静かに止まって、そこにいることに慣れているように農夫を見ていた。一方の目が盲目であった。 父の目は一方盲目であった。農夫が言った。右の目であった。この鳥の右の目が盲目だ。まったくこれは父だろう。ちょうどいつもの父のような目つきで、この鳥が見ている。父は自分で。俺は今鳥だから。 両子などにやるのなら、いっそ俺の体は子供に食わしてやる方がましだ。と、考えたにそういないな <laughs> それで、お前の昨夜の夢のわけもわかった。と、君の悪いうす笑いを浮かべて、妻の方に向かってこう言いたしながら、雉の首をねじた。 この野蛮な行いを見て、妻は泣き声を上げて叫んだ。まあ、この極悪非道の鬼。鬼のような心の人間でなければ、こんなことのできるはずがない。こんな男の妻になっているより、死んだ方がマシだ。 それから草履もはかずに古外に飛び出した。男は女の飛び出した時に袖を掴んだ。が、女は振り切って駆け出した。駆けながら泣いた。裸足で走り続けた。街に着いて、すぐ児童の館へ急いだ。それから涙とともに、 寮の前夜の夢のこと、記事を助けたさのあまり隠したこと、それから夫が自分をあざ笑って、とうとうその記事を殺したことの一切を児童に話した。児童は女に優しい言葉をかけた。そしてこの女をいたわってやるように命じた。しかし、 夫は捕らえるように部下に命じた。翌日、農夫は取り調べを受けた。記事を殺したことについて事実を白状させられてから宣告を受けた。児頭は言った。よほどの悪人でなければ、その方の行ったようなことはやれない。 そんな邪悪な人間のいることは、その土地にとって不幸である。ここに住んで、ここの置き手を守る人々は皆、親孝行の心がけを敬う人々である。その方のごときものをその中に置くこと、まかりならぬ。そこで農夫は、その土地から追放と決まった。 もし帰ってきたら死刑に処せられることになった。しかし女には児童は土地を与えた。それから後になって良い夫を持たせた。